四章、近江四天王。伊達さん。おお、悪かったな。失礼ですが、伊達刑事ですか？あ？まあ、そうだが。やっぱりそうでしたか。私、伊達刑事のファンなんです。ファン？どういうことよ。どういうことだ。1年前の事件で本庁の命令も聞かずに単独捜査、ついには あの神宮のマネーロンダリングの真相を暴いた伝説の刑事さんだって。この福慶さん結構特徴のある顔してるな。あの事件を解決したのは俺じゃない、うん、それに今はデカでもないんだぞ。知ってます。事件後刑事を自ら辞職、辞表を神室署署長に投げつけた後一発殴ったって話も聞いてますよ。まったくどうなってんだか。え、今何してんの？伝説の刑事。ん？神室町で誓った極道との友情、人気者じゃねえか。あ、河原警部補。お嬢ちゃん、河原警部補、ね、こういった提案に憧れるってのは良くない傾向だな。本庁勤務ならもっと真面目なキャリア組の連中を持ち上げといた方が身のためだな。鬼ヶ原。鬼ヶ原？ん？どっち？あんたどうしてここに？知らなかったか。俺は今公安所属のデカなんだ。鬼の河原警部ってことかな。あれだけ人を話していた男が公安のデカか。ふざけた話だ。人聞きの悪いこと言うな。もう昔の話じゃないか。俺にとっちゃ今でも昨日のことのように思い出すぜ。目の前で容疑者を殺されたのがそんなにトラウマになったのか。まあな。でも今はもう関係ねえ。あんたと会うことももうないはずだ。待てよ。それがそうもいかねえんだ。あ？お前須藤に呼ばれてきたんだろ。奴が待ってる。一緒に来い。まあなんかこう桐生ちゃんの力が必要みたいな感じに。地下3階か。まあそういうことか。随分とおかしな場所に連れてくんだな。不安か。まあな。何しろここは良くない噂ばかり流れていたからな。地下3階13号資料室、警視庁赤瀬沼ってやつか。なあ、不祥事の間とも言われてた。不祥事か。高田隆二、近江連合。あれあれ、これあれだな。おお、名前なんだかな、忘れたけど。伊達さん、わざわざご足労いただいて申し訳ありません。うん、紹介します。はい、こちら公安部外事二課課長の倉橋警視正です。警視庁公安部外事第二課課長倉橋渡る。伊達さんの噂は金がね。倉橋です。公安二課。公安って何するかな。どうしてアジア専門の公安二課がここに。実は昨日も伊達さんに連絡したように、今我々四課は近江連合の動きを追っています。はいはいはい。寺田が殺された一件だろ。はい。ですが裏に海外、特に中国韓国系の組織が絡んでいるのではないかと。海外マフィアってことか。それと合田隆二が手を組んでってことかな。アジア系マフィアの調査を進めてまして、近々何か大きな動きがあるという情報を掴んでいましてね。ほう。予想はしてたんですよ、こんな事件が起こるんじゃないかってことを。なんだって。私は倉橋課長から内々に要請を受けまして、うん、数週間前から神室町の様子を探っていました。ほう。ああ、そうだね。爆発は起こった。中国系の。そうです。なんかチンピラがね。予想は的中してしまったわけです。だがそれが四課のお前と何の関係があるんだ。合田隆二。五代目近江連合直参、合流会二代目会長、合田隆二という男です。合田隆二。寺田殺害を実行したと思われる近江連合の実力者です。この男がどうした。実はその合田が爆発をほのめかす電話をしていたとの情報がありまして。盗聴されてんじゃんおい、これだけは言うとくわ。わしとあんたら仲間やない。神室町を火の海にする
目的が一緒なだけ。ことが終わったら赤の他人分かっとるな。はあ、まあ期待していてくれ。この関西弁の男が合田隆二本人と思われます。俺は盗聴はしてもされることはないとか言ってたの。このもう一人の男が何者なのかを探ってるのか。そうです。この男の正体を探り出し、はいはい、近江連合とつながっている組織を明らかにするのが狙いです。なるほどね。会話の場所は？全てのノイズを除去してみましたが、場所の特定までには至ってません。で、俺じゃなきゃできない任務ってのは何なんだ？登場会。実は伊達さんにはこの男に近づいていただきたいと思いまして。和樹じゃん。え、こいつは。そうです、伊達さんもよくご存知の男です。神室町でスターダストというホストクラブを経営する男、源氏名和樹です。どうして和樹を？実は半年ほど前、一度だけ合田隆二が神室町にやってきたことがありまして、その時接触したのが和樹なんです。え？だがそれだけで。それだけじゃないんです。彼には和樹という名前の他に別の本名がありまして。は、本名？本名ガンジンウ。彼は歴とした韓国人なんです。なんだって？伊達さんにはそれとなく和樹に近づいて揺さぶりをかけてほしいんです。彼が韓国組織の構成員なのかどうか、それを探ってみてください。あなたと彼の間には1年前の事件で培った信用があります。これはあなたにしかできない任務なんですよ。急になんかいろいろわけわかんなくなってきたな。カズキが韓国人。俺だけどこへ連れてくんだ。おい、聞いてんのか。ここまで来ればもう大丈夫だわ。どういうことだ？傷害罪は表向きの口実。あなたの身辺保護を頼まれたのよ。身辺保護？逃げようとしたら即座に逮捕するわ。あ、危ねえ。せよ。おいおいおい、大丈夫か？どこを撃たれた？撃たれてる。大したことないわ。いや、当たってるから。弾丸が貫通してない。このままじゃ危険だ。おい、近くの病院はどこだ？蒼天堀。何？蒼天堀にある葵っていうスナックへ。スナック？いや、え？え？ん？なぜスナックに？まあ、いや、まあ、行くけど。ん？話が見えないな。まあいいや。まあでも、桐生ちゃんと一緒だからってことか？ん？わからん。まあとりあえず、スナックは置いといてだな。店を探さなければ。あれ？佐山さんほっとく？調べる。はい、じゃあ行きましょうか。探そう。よし、行くぜ。敵来てるなぁ。やめて。今ね、それどころじゃないんすよ。ごめんね。また今度ね。こっち結構遠いな。セクシーパブはあるけど、セクシーパブじゃないのかな。あ、スナック、あ、スナック青いあるじゃん。ここだ。佐山の言っていたスナックはここか。なんでここに？別にここが病院とかじゃないでしょ。実家か？実家。あんた誰や？桐生というものだが。ちょこちょこ担当買いやがって、ほんまに。
は？そんなようなことしたかてな。ああ、払えんもんは払えんよ。みかじめがうんぬんってあるでしょ。あんたみかじめ取りなんちゃうん。佐山薫って女知ってるな。薫がどないしたん。怪我をしてる。どこにおるんや。車に待たせた。はよ連れてこんかいな。はい、あ、すいません。え、なんだろう、なんだろう、怒られたんだけど。いや、まあ気持ちはわかるけど。え、何。はい、じゃあ連れてきます。え、ちょっとカラオケあるんだけど。あ、カラオケじゃなかった。カラオケ館だと思ったら無料案内所だった。あ、しょうがねえ。あ、ちょっと待って。あ、5人組がいるな。すいません、ちょっと横通りますね。横通りますね。すいません、すいません、何も見てないです。僕は何も見てない。佐山さん、大丈夫か。佐山さん、おっと、急いで佐山をスナック青に運べ。ダッシュ中に人とぶつかるが時間経過で佐山の体力が減ってしまいます。体力がなくなる前に彼女をスナック青まで運んでください。途中にいる世間話好きな蒼天堀の住人の視界に入ると無駄話を聞かされ時間をロスしてしまいます。彼らに気をつけつつ急いで佐山を運んでください。はーい、すいませんね、通りますよ、通りますよ、すいませんね、通りますよ。邪魔だよ、わざわざぶつかってくるんじゃないよ。よし、あ、走る走る。はい、すいません、通るよ通るよ、すいませんね、通るよ通るよ通るよ、危ない、危ないなぁ。すいませんね、すいません、すいません、通りますよ。はい、ごめんごめんごめん、はい、ごめんごめんごめん、通ります、怪我人が通りますよと。あー、たぶん、あー、ちょっとごめんね、怪我人が通るよ、怪我人だから、うん、怪我人だから、ごめんね。はいはいはい、ごめんなさい。あー、楽勝楽勝。はい、ゴール。おい、連れてきたぞ。どうすればいい。こっち寝かせて、民よ。今は治療している。店にいても邪魔になるだけだな。佐山のことは任せて、また後で店に戻ろう。佐山の治療が終わるまで時間を潰す。ありがてえ、ありがてえなーカラオケ行っていい？カラオケ行きたい。よし、カラオケ行くぞ。極み2だとどんな曲が歌える。なんだ、お、あ、なんだなあ。おっと、兄ちゃん、すまんの、怪我はないか。ああ、金松茂。あんたこそ大丈夫か。うん、なんや、わしの心配してくれるんか。顔に似合わず優しい兄ちゃんやな。これはダチンや、取っといてや。10万円もらった。こんな金急に受け取れるわけないだろ。ええからええから、わしからぶつかって後ろと思って待っとってくれ。すごい、かっこいい、さすがだわな。わしの顔立てると思って取っとき。わしは金松茂いうもんや。あんた名前は。桐生。桐生はんか。もし骨折れとったらなんぼでも言ってくれや。いくらでも払ったらさかいな。ほな、ねえねえ、これからどこ行くの。せやな、なんや、バーチャファイターしたい気分やわ。ゲームセンターにでも行こうか。わしに勝てたらお小遣いあげるで。ずいぶんと羽振りのするのじいさんだな。はっ、蒼天堀で金松に会い、我はサブクエストかな。ちょっと僕はカラオケに行かなきゃいけないんです。なんだなんだなんだ、カラオケに行けなかった。私や。なんだ、あんたか。あいつの容体はどうだ。なんとか落ち着いたみたいや。薬が効いたおかげで今はよう寝とるわ。そうか。ところであんた、悪いけど替えの包帯を買ってきてくれへん。ちょっと切らしてしもうたみたいでな。替えの包帯か、わかった、買っておく。すまんけどよろしく頼むで。ほな。包帯か、どこに売ってる。ま、うん、ま、まあ、うん、ドラッグストアとかだろうな。ここスナックニューモモコ、ここかな。お邪魔するぜ。あら、いらっしゃい。嬉しい、初めてのお客さんね。大したものはないけれど、カラオケだけは最新の機械を売ってるから、ぜひ歌っていってね。
カラオケ歌い放題で1000円にさせていただいているけど歌っていかれます？歌います。ありがとうございます。機械は奥にあるから自由に使ってね。あ、これか。歌おうか。歌います。さてと、どんな曲が入っているのかな。うん、タブレットになってるな。歌う。あ、はっはっは。とりあえずトゥナイト歌っとくかな。これはやっぱ歌っておかなきゃいけないかな。この曲を送るぜ。夢中で貫いた偽りのジャスティス、握っていたはずの手はいつしかはぐれてた。巡る季節刻む時計、道を違えた二人。So tonight、今夜もまた tonight、ため息つく一人きりじゃ上書けない思い出。Na tonight、誓いの So tonight、場所で待つよ。こんな夜はお前に会える。あれ？間違えちゃった。胸の古傷も頬伝う涙も笑い話に変えてみせるさ。あれだね、プロモは極み1の時と同じだね。なんかあれだな、僕もカラオケで歌いそうな気がしてきたわ。風間のおやすさん。お、あ、なんかいい感じになってるぞ。なんか採点のあれが、画面がだいぶ変わってるな。本当にカラオケっぽくなってるな。 89.738。 あら、意外に低いね。よし、じゃあちょっと包帯買って、佐山さん助けに行こうか。包帯どこに売ってるかな。でもさっきなんか、おっそだろ、やるまさか飛び降りるとは思わなかったな。あっちだね。何も見てないです。気のせいです。お、あ、あっちか。まだあっちか。橋渡って、はいはい。どこどこ、あっち、あ、あそこだ。コンビニか。あ、ドラッグストアあるじゃん。ツルハドラッグ。まあじゃなかったね。いらっしゃいましたよ。包帯売って280円。おは、さて、タフネスゼータ、うんうんうん、タフネスゼータ買っときたいな。よし、オッケー。購入する。はい。はい、ありがとうございました。じゃんね、バーイ。よかった、さっき10万円もらったおかげでタフネスダブルゼータが買えたぜ。さて、スナック葵に戻りましょうかね。はい、すいませんね。失礼しますね。よっしゃい。葵へ。こんなところにあったのかい、スナック。あ、なんかあるな。なんだ、お邪魔します。なんだこれ、荷物届いてる。龍が如くシリーズのシステムデータが見つかりました。
はるかのビー玉か。あ、なんだ、倉橋渡が真島建設に入社しました。黒服を入社しました。プレミアドムアデッド。あ、なんかいろいろ、いろいろ、あれだな。はいはいはい。はいはいはい。小野道子。小野道子。金スーツ。これはまあなんか、お楽しみ、ダウンロードコンテンツ的ななんかあれでしょ。おい。お、そんななんか本格的なあれだったの。病院にいたのか。手慣れたもんだったな。かなり昔のことや。やっぱりか。佐山とはかなり親しいようだな。親しい？当たり前や。うちはこの子の親や。あ、お母さん。まあ血はつながってへんけどな。どういうこと？一応これでも母親や。義理の母親ってことか。そういうよりも育ての親っちゅう方が近いな。はあ。この子孤児やねん。あら、孤児。生まれてすぐ両親が死んでもうてな。キリュウちゃんも。そやからうちが育てたんや。つながる何かあるんだろうな。そうか、道理でな。どないしたん？いや、俺に似てると思ってない。実は撃たれた時、あいつは葵って店に行けと言ったんだ。それが何なん？普通人間はああいう状況下で店の名前を言わない。母親や父親のことを先に言うんだ。へえ、そういうもんな。なんでわかるん？俺も孤児だったからな。そうか。まあカオルにとったらうちはほんまのおかんちゃうしな。すまん、気に触ったか。ああ、いいえ、気にせんといて。うちは全くそういうの気にせえへんから。そうか。そんなことよりあんた、カオルと同業？それとも探偵さんかなんか？いや、そんな立派なもんじゃねえ。え？なんなん？まあ警察の敵って言ったところだ。え？ママ、おしゃべりしすぎやで。痛むか。あんたに心配される筋合いじゃないわ。あんたちょっと、ここまで運んでくれはったんやで。本当だよ。言うたらどないやの。ヤクザ風情に礼言うほど、私も落ちちゃないわ。あんたほんまにな。まあいい、それだけ口が利けりゃもう大丈夫だ。っていうかヤクザだったのみたいな話になるのか。しかし、ゴーダ龍二がこれほど手回しがいいとは思わなかった。これはゴーダ龍二の仕業じゃないわ。え？え？合流会は力で相手をとことん追い詰めてとどめを刺す。それが奴らのやり方よ。ほう。こんなプロの殺し屋を雇うような手の込んだ真似はしないわ。となると、プロの殺し屋？あの距離からライフルを扱える者はそうはいないわ。それにこの弾丸。どうかしたのか。通常のライフルで使用する弾丸よりも口径が小さい。殺すつもりじゃなかったのかもしれないわ。つまり相手は威嚇、警告みたいな。さあ、わからないわ。それは直接犯人から聞くしかないわね。どこ行くの？雇い主を探す。このままじゃ俺は誰と戦えばいいかわからないからな。それならこれ持って小副長のジャンスへ行きなさい。はあ。情報屋か。三人宅で撃っているちゃんちゃん子を着た男。ほう。あなたがレートはと聞くと、向こうがいつもどのくらいで撃ってると聞き返す。そこであなたはあんたに任せると答える。あんたに任せるか。そう。そしたら相手はデタラメなレートを言うわ。とにかくそれを受けて。わかった。ちょっと待って。なんだい？一言言っておくけど、
あなたは府警の監視下にあるのよ。はい。逃げるような真似しないでね。する必要ねえ。即座に逮捕できるんだから。わかったわね。ああ。うん。キルちゃんは相変わらずかっこいいな。